呉の大軍を率いて北上した孫権は楽器へと攻め込み、魏の首相張良らを打ち破った。この勝利により呉はその勢力を長江の北部まで伸ばし、曹操を脅かすに至った。建安24年、慶州を守る関羽が劉備の命で北上し、魏の繁昌に攻め寄せた。折しも慶州を奪還せんと目論んでいた孫権に曹操からの使者が訪れる。繁昌では関羽の軍勢に取り囲まれた義兵らが決死の覚悟で籠城戦に臨んでいた。さらに長雨による増水が繁昌を襲う。呉の英雄たちは繁昌を危機から救うことができるのか。大丈夫ですよ。今関羽は繁昌攻めで隙ができているはずです。あっ、関羽、水攻めとはやってくれ。水には構うな。敵の駆逐を最優先とせよ。火星に来ます。しばし耐えてください。
共に戦う者ども、関羽の首を挙げよう。皆さん、お待ちしていました。恩を売りに来た。素晴らしいな。ありがたい。引き死に勝る不変者よ。
が魂はシステナを兄弟と共にあり。さらば！